カチュウかわいい。これに乗ります。楽しみにしていたようですよ。ピタリンだ、ピタチュウ、かわいいんだよ。手荷物は前の座席の下、または座席上の物入れにご持ください。それでは出発まで。そこに日本国旗がバシャって、刺されてるんだよ。ごきげんよう、山口あゆきです。今日は、ライブです。沖縄に来てます。イエーイ。ということで頑張っていきたいと思います。今ですね、ちょっと早く着いて、ここでちょっと待機してるんですけど、スタートがあるでしょ。そのね、私がおるところの上になんか鳥おる。鳥、ここ分かる、鳩かな。ここ思いっきり鳩やった。鳩が巣作りしとる。かわちい。こうやって、ステージが作られていってます。朝の7時から集合して、現地の皆さんがこうやってステージを作っています。日本全国の皆様、はい、の関係の場所、イエーイ。風船担当してますね。はい、久しぶりですね。久しぶりですね、本当に。キャラカ のカフェに行ったのは覚えてる。そうです、そうです。食べました。ナポリタンとかだったんですか。一晩で作ったんですか。もう何日かかけて。わあ、すごい。ちょっと早めからちょこちょこやります。今回ちょっとあんまりできてないです。へえ。2枚ぐらいやりたかったんですけど。あ、そうですか。那覇食、沖縄市食とかやっぱりちょっと違うんですか。あると思いますね。あ、そうなんですか。各地でいろいろ。沖縄市といえばというのを今回。そうか、アートやから、そこも考えながらやってはるんですね。もう意外と考えるんですね、ピエロですね。ピエロですけどね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。楽しみにしてます。ステージが出来上がってきてます。じゃーん。椅子もみんなで並べて、今から忘れ物したから楽器屋さんで買いに行きます、楽器を。難しそう。難しそう。これもゴーヤマスカラ。じゃマラカス買ったんやけど、実はマスカラになってて、これほんまに開いてマスカラってくんだけど、潰してしまいました。3秒で潰した。じゃあ差し入れでナンを入れました。いただきます。うん。あったかい。に使うと結構美味しいかな。T シャツも着てくる。
顔を映さない方がいいですか？いや、大丈夫ですか？イエーイ、YouTube 出しても大丈夫ですか？YouTube で、これいただきました。ぜひ、おすすめです。ありがとうございます。おいしい、おいしい、初めての味。わ、すごい、嬉しい。やってきたけど、もうこれはすぐ取らなあかんかもしれん。口からなんか出てる。これがいいね。なんてミーアキャット。ミーアキャット。カムヒア、カムヒア。そう。なんかこういうなんかインテリ的なところを乗り越えてウサギがいます。むしゃむしゃタイムですね。むしゃ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 。
サギってなんか食べてるとき一点集中してるよな。どこ見てんねやろ。モットとかいっぱいいてます。触れんの？触れるみたい。抱っこしてみようかな。でも動物アレルギーならどうやろ。第一メンバー、第一メンバー入りました。入ってます。ちょっと怖い。怖いね。アギ、アギ、じゃあ触ってみよう。入って。カモンかな。カモン。めっちゃ歯でかいやん、チミ。ごめんごめん。二人でなんか寝てます。かわいい。モルモットってこんな可愛かったでしたっけ？あ、来てる。こっちに来てる。興味津々じゃん。興味津々ボーイ。かわいい。めっちゃかわいい。めっちゃ描いてる、めっちゃ描いてる。え、見て。やばい、なんかブルルルって言ってる。威嚇してるんじゃん。マジで？喋ってる。めっちゃ喋ってますよ。喋ってる。あ、怒ってる。書いてる。カメ。眠たいん。青蛇。ヒメハブ。ハブやん。ハブはこんな顔してます。手に登っていく、手に登っていく、手に登っていく。ハヘー。野生の本能が働いてる。すごいペロペロしてる。かっこいい。これ乗ります。はい、よし。はい、どこ行こう。いらっしゃる水上楽園エリアと駐車場を走る以外にも十数種類のヤシが植えられており、全部で7000本から8000本のヤシが植えられています。沖縄の夏は最高気温23度。このザーガオバブは日本国内の植物園で所有しているところがあまりないということなので貴重なバオバブです。日本は東南植物楽園の一番の世界に詳しております。何を見る。あー、そうですか。あ、ピカチュウめっちゃおる。このタコの木の実は食べることができます。ただしおすすめはできません。理由はあまり味がないからです。タコウモガジュマルも締め殺しの木としても知られていて、別の木の上で目を出すと氷の方は係員へお声掛けいただき、席をお立ちになりますようお願いいたします。おります。本日はちっちゃリスザル。リスザルや。キモいですか。かわいいやん。めっちゃ喧嘩してる。すごっ。サボテンとウチ。ここに行きます。バードオアシス。鳥を英語で言うとバード。そう、バードオアシス。すまへん。おお、前髪めっちゃ来るやん。めっちゃ近い資本で餌をくれると。あー、なるほどね。めっちゃ来てる。こっち怒ってるよ。めっちゃ喋るやん。う、頭すごい。いや、グロ。はい、ハト近く。ちょんちょんちょんってやってたやん。いや、首かしげてる場合違うねん。首かしげてる場合ちゃうねん、二人とも。ちゃうねん、それじゃない。それかちょんちょんちょんってして。さっきやったやん。ちょんちょんちょんってしてって。じゃあ首かしげてる場合。おうわ、うん、ベロ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 。マリオちゃんや。ちょっとめっちゃいい目出てきそう。めっちゃ目から見て。ちょっとやばい、フィントかけな。
美味しいっすか、美味しいっすか、うまみ、うまみざわ、栄光に輝いた人にあげよう。午前中はダニエルが教えてくれた、ダニエルが教えてくれたんや。これ葉っぱらしいです。これ花じゃなくて中に小さいのが花。そうですね、あ、そうですね、それ以外がわかりやすい、こっちの方が。へえ。前髪がクロスなってる。道の駅行きます。うわー、風すごっ。うわー、こういうところを求めてたのや。嬉しいですね、あやきが求めていたお食事です。こういうところを求めていました。うわ、なんかあやきが好きそうなやついっぱい。今からちょっとちょっとアップなってる。なんでなん、これなんで急にアップなる。天ぷら、ハンバーガー、ハンバーガーありですね。そうだ、シーサー全然取ってなかったよ。めっちゃ楽したいパーッと取って。コーライスの L でいいですか。はい、はい、1つとタコライス食べます。やったー。あ、台にしたらちょっとでかかったかも。ちょっといけるでしょ。いけますかね。青さ、ソーキーそば、もう早い段階でソーキーそばいっちゃうんですね。早い段階か。チリソースどっちかけました、ケチャップ。両方かけて。いただきます。え、美味しそう、チーズ入ってる。どうかね、食べてます。めっちゃ美味しい。痩せそうね、痩せそうですね。どういうこと。え、いっぱい野菜入ってるから。チーズソースめっちゃ美味しい。わかりました。はい。あ、汁も入れるんですね。そう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 。このまんまで全く味がないので、はい。ありがとうございます。お汁物でいけますからね。はい。あき、じゃあ黒糖ぜんざいにします。ゆいや。あ、黒糖ぜんざい。早速。はい。はい、モデルですね。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。美味しそう。 OK、 行こう。めっちゃいい感じですね。そう、めっちゃいい、めっちゃいい。じゃあもう写真は山村さんに任せた。こういうことやろ、インスタ映えは。うん、黒糖めっちゃ震えてるやん。こんなのなってますよね。白玉がほんまに美味しい。美味しい。ね。絶対本当に美味しい。これが沖縄のぜんざい。で、これはまあなんか名護名産らしい。へー、すごい、ありがとうございます。恵比寿や、恵比寿って饅頭屋があって名護に。道の駅に来て何をするかというと、そう、宝くじをやります。ねえ、ドリームジャンボ300円。よし、300円で行こう。バラと連番10枚と使おうか。そうしよう。宝くじとか買ったことあんまないから、沖縄に来て宝くじデビューします。当たったらいいな。バラと連番宝くじっていうのは、当たる人は、当たらないって言ってる人は買わない人ですから。ドリームジャンボをバラと連番、バラと連番を10枚ずつください。はい。あ、
当たるかな。ちょっとそれどこで当たるか分かる。え？